こんにちは、料理道サムチャンネル、サムです。前回の続き、今日はちょっとしていきたいと思います。熟成スズキ、それをですね、ちょっと今から最終段階、してもらいたいと思います。はい、2日間寝かしたスズキです。ちょっと見てみましょうか。で、多分油もこうすることによって全体に回ってますから、多分余分な水分はちゃんと抜けてて、本当熟成されてますね。見てください、この身の色、これなんですよ。この一手間が結構味を左右するんですよね。ちょっと3枚に開いてみましょうか。はい、いただきましょう。の方からこのスポーン入れます。続きはですね、ここまで入れたらこのまま引っ張れば、見て、ああいい色つやね。うまそうな身しとるわ。いい色つやし、綺麗ですね。はい、熟成スズキ、出来上がりました。こちらも柵にしたので、今日はですね、ムニエルとですね、お刺身でいただこうと思います。はい、いただきます。ちょっとじゃあまずセミからいってみましょうか。今日はポン酢と醤油でちょっと食べ比べたいなと思います。まず醤油、こないだ作ったね。やっぱりミニ油を回してこのもちもち感が出てるんだね、きっと。じゃあ次、ハラミ。うまい、甘い。ハラミはなおさらまた油がたくさんあって美味しいですね。甘いです。これこの間作ったポン酢、そう。ヒラメに似てますね。ポン酢で果物、ポン酢
で食うとヒラメに、まあ、さっぱりしたか、うん、さっぱりしてまた、まあ、うまいです。若干ヒラメに取ろうかな。ポン酢もまたこれ、うん、うまいですね、うん、自家製ポン酢、うん、モニューします。小麦粉で打ち粉します。これは必ず一緒にすると一回飛んでくるんですよ。鈴木のムニエル出来上がりましたので食べていただきたいと思います。綺麗ですね。うわ、うまそうですね。今日はちょっと三山さんに負けないやつを作りました。ムニムニだね。名前出していいですか？大丈夫、ムニ。いただきます。ムニムニ、うん、美味しい。いや、もうちょっと身が柔らかいと思ったらかなりしっかりしてて、うん、あの、うん、でも全然その硬いとかじゃなくて、うん、弾力あとうまいっすね。ムニムニ、うん、ムニムニですね。あ、ソースも美味しいっすね。あの、ちょっとわさびが変わる感じで、うん、うまい。タミヤム、いや、これ全部食べちゃっていいんですよ。これマジうまいっすよ。まあ、ちょっと今日は、ね、ムニエルをアレンジしてみました、うん、鈴木のムニエルどうでしたか？美味しかったです。ありがとうございます、はい、美味しかったです、はい、それではですね、今日の動画が良ければ、グッドボタン、またチャンネル登録をお願いします。それではまた次回お楽しみに。